すさあ、はい、えー、今回、はい、今週はえっ、ー、と何でだったっ残<業>泣くなハラちゃんと <laughs> 残尿の話と残尿と、はい、あとはまあね11歳以降もよかったね本当にホルモン。 たくさんはいももたあの初めてあるあるに触れる人たちって <laughs> <ん>いうことですねばあちゃんシリーズもねあったし素晴らしかったですまあか「かやさん一緒に寝ようの」のミランダカーペット、うん、腕相撲が強かったミランダカーペットねこれはよかったねこれ最高だったね腕相撲が強すぎて卒アルに男子から 腕相撲関連の <laughs> 寄せ書きばっかもらうっていうね。腕相撲男子にもめっちゃ勝った、ねうんはい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 い ささん加賀さんんんこばはいつも楽ししく拝聴しております、うん、中学3年生の時の話です。うん、お昼休憩に友達数人と腕相撲をしていました。うん、私は女子にしては力が強かったため連勝していました。うん、するとそれを見た友達の1人がちょっとこの子と腕相撲をしてみてよと男子に声をかけ始め勝負することになりました。異性とほとんど話もしたことがなかった私は勝ちたい気持ちよりも腕相撲とはいえ男子と手をつないでいるというドキドキの方が大きかったため正直勝ち負けどころではありませんでした。しかし私は強く男子にも勝てたんです。<laughs> 1> 1人の男子 に勝つと俺も俺もと男子たちに勝負を挑まれば倒していきました、うん、普段目立たない私が男子にまで注目される日が来るなんて全然大したことないのに困ったなぁ感を出しながら心臓ドキドキバクバクでした当時人気があったイケメンサッカー部に勝った時の彼の表情は今でも覚えています、うん、たった20分の出来事でしたが中学3年間で間違いなく一番輝いていた瞬間でした「解散さん一緒に寝よ」うんなんですけどこの下にねこれね出るかな 数出してもらえるかな腕相撲すごい強かった高校行っても腕相撲と勉強頑張れ <laughs> 腕相撲と勉強頑張れバカが <laughs> バカな寄せ書きをねミランダカーペットに送って イケメンサッカー部に勝った時の彼の表情は今でも覚えていますってこのそれなんでっていうねなんで今でも覚えてるのそれが愕然としてたんだろ全然 <laughs> えってどう,どういう気持ちなんだろうミランダカーペット <laughs> そうだよねおもろいなちょっとまだまだメールあるんですけどちょっと読んでいきたいと思いますえラジオネームぜんざいさんぜ、うんざいかやみに監視員です 少し遡りますが高頻度のゲーム生配信やノンフィクション漫画の投稿などを始められ突然の精力的な活動に何があったんだすぐ飽きるんじゃないかと蚊ヤオタク界隈をざわつかせましたねその中で1ヶ月近くずっと気になっていることがあり確認させてほしいのです。ノンンフィクション漫画31歳の朝で 朝市で服用した AGA の薬を速攻で人間ポンプされた様子が描かれていました、うん、本当に一応本当に念のため確認なのですが洗面台にポツンと残された AGA の薬はあの後どこへ行ったのでしょうか、うん、まさか再利用したなんてそんなわけないですよね、うん、そりゃそうですよねすいません買いかぶりすぎましたなんか変なやつに見つかってるぞななんか見つかってんな これに関しては俺も途中まではおかやみん監視員なのかと思って読み始めてたんだけどこれは全財ん全財がいや捨てたに決まってるじゃんさすがに全人代に落とさない捨てたよねもちろん飲んだよ <laughs> 飲んでましたあマジで飲んだよそんなもったいないじゃんっもったいないもん高いもんだってだって何週間で決まってるんだもんな <laughs> そうだ自分から出たもんだしずっと自分が使ってる洗面台だし汚い要素引っ込みないから <laughs> いやいや汚い <laughs> <laughs> 洗ってねじゃあ a c <laughs> AGA の薬洗ってねサーッて洗って行きましたよシャインマーズカットみたいなさーッて洗ってこうやってちょっとだけ表面軽く表面だけな表面だけ表面だけきれにしときたいそうそうそうでちょっと水分が果物みたいに残ってるからそのままいけるじゃなその水分利用して洗面所の水行きたくないやろ行ったんだよそれでうんそんなのすぐよあったよそっからすいません洗剤が変化っ思ってたんですけど合ってましたもちろんそうだよお目が高い さすがにそうもうちょっとあるんですけれども<え>埼玉県ラジオネームのへにょへにょもへじさん加賀さん加谷さんこんばんは<わ>分岐で行われている「ボイフレ」とのコラボを体験してきましたよ、はい、いざ始まって声を頼りに進んでいくと場所に着くごとにそこにあったセリフが聞こえてきて感動しました、うん、楽ししかったたななと思いががらキロに着きましたが ふと隠しボイスが全く聞けてないぞと思い次の日も近くで用事があったのでリベンジしに行きましたわマジで残念ながら全ては聞くことができなかったのですが1回目体験後に購入したグッズのアクリルキーホルダーを頼りに1つ聞くことができたところうん、うん、あることをやるやらないで違うセリフを聞けたところがあったのでリベンジしに行ってよかったです<う>お二人のおすすめの本やアクキ以外のグッズも購入させていただきましたまだ福岡栄ではやっていると思いますので <laughs> 行ける方はぜひ体験しに行っていただきたいですほんとおすすめですいや これもう大変だったからマジ聞いて言って最最高のメールだな本当に全部詰まってるじゃん最高一番言ってほしいところ全部言ってくれてるありがとう最高の最高のメールが届きました。 そう本当に音声体験型コンテンツということでね「文、はい、吉」っていう本屋さんとコラボして文章の文じゃない何だ文文章の文文学の文化文学の文と喫茶店のキッズで「文吉」っていうね、うん、あのどっちも見れますよっていうその喫茶店もあるし。 本屋もあるしいうところでその喫茶店とかもいろいろ絡めながらっていういろいろ書いてで栄と福岡がねまだや,るやってるんですけどもそれぞれの各店舗で内容がちょっとずつ違うんでもうあの聞いてくださいということとあと本当に恥ずかしめを与えたいという気持ちなんでこれを聞きながら今店内にいることが恥ずかしい。 っていいううような気気持持ちちを与えたい気持ちもあるので結構ね恥ずかしかった報告がありますけど、うん、何かをしなきゃいけないんですけど、あのー、携帯をぶら下げて、うん、で Bluetooth のイヤホンつけて、はい、でこの音声が流れるんですけどす、ね、この携帯がセンサーになってるんですようん、うん、携帯のカメラが外に向いてて、うん、どの本棚にいるっていうのが分かるんですよ。で完全にリンクしててで縦も分かるんですよ上下。うんうん、このカメラが 上下したなっていうこととかを認知して今下見てるとか上見てるを認識してくれるんですよ、うんうん、だからあなたの行動が分かるので、うん、そういうことをまあちょっと試してみてください、ね、なるほどねそういうことを存分に使った仕掛けが、はいはい、ありますのでぜひということでねほ、うん本当に普通に上田さん夫妻が言ってて写真撮ってくるああ元ゾフィーの元ゾフィーのーうん 上田さん、さん上田さんと咲子さんが行って、<laughs> なんか特集されてたよって、<laughs> 何にも知らずにボイスフレンドのこと知らないから、<laughs> なんか特集されてたよ。<laughs> 普通に文筆好きそうだね確かに。行きつけらしい。ああそうなんもうずっと行くらしい。ああ好きそうだな上田さん特に、うん。あ<の>はな。 ほんまに趣味が合うんやろうなと思う見てた <laughs> あの二人は仲いいもんね映画とかも一緒に見てほし,しい素晴らしいよなんかニコニコするあの二人見たらちょっとまあでも、うん、メールはもう一個行きたいけどどうしようかな行、うん、きましょう普通に滋賀県ラジオでもそうは言っても空腹さん加賀さん加谷さんこんばんはカメラ大カロ外見ブルーレイ発売おめでとうございます、うんはい。この監督が終了してからという。 ファン歴が激アサの自分にとっては待望の一枚でしたどのコントもずっと面白くて目いっぱい笑わせていただきました、ね、どんな人間関係からもストーリーを生み出して笑いに変えてしまうお二人の表現力はすごいなと改めて思います、うん、あの単独ライブを現地で味わえた方々が本当に羨ましくて、うん、自分も次は何が何でも足を運ぼうと決意しましたが、うん、まずは加賀屋初心者の自分でも当日のライブの空気に触れることができるこのブルーレイと携わったすべての方々何より加賀屋のお二人に感謝です、うん、ありがとうございますずっとずっと楽しみますありがとう 初々しいメッセージが素晴らしい単独が終了してから何きっかけなんだろうな単独が終わって後に知ったっそういうことだよね単独いけなくてだから何かしらのきっかけで、ね、見てくれたりとかしたいやもう本当に、うん、まあねたくさんありますそね あとで遡れるものがたくさんある状態っていうのがね結構楽しかったりしますから、はい、もうこれはもうブルーレイブルーレイなんかも特典映像がどんだけ長いんだっていうことくらい長いですから、うん、本編より長いそうだねすごいオーディオコメンタリー<と>メイキングえっ、ー、と、えー、フォトカードの、うんえー、密着映像で加賀谷文庫の打ち上げの映像 <laughs> えどんだけあるののの文庫の打ち上げの映像がすごく長いブルーレイにしたからって何してもいいわけじゃないですよもでもすごい盛り盛りパン,パン編集してないだけみたいなこともありえるけどうん、うん、すごいまあでもねあれもね全部やってくれて,っって言ってくれる人も多くてね,ねブルーレイ打ち上げの様子も見てくださいい以外にもねあのまだまだありますしこれもまあ滋賀だったらね大阪のリリースイベントも来れるかなと思いますの、ね、で、うん、ぜひお待ちしております。はい なんか最近どうなんか話とかないのなんかこれちょっと読んでいいですかはい、はい、埼玉県ラジオネームハンハンはいかやさん加賀さんこんばんは、はい、この間のかやさんのゲーム生配信が美容師国家試験の結果発表の前日で緊張していたところ加谷さんの配信を見てリラックスすることができ助かりました生配信中にかやさんやかやさんんののファンの方が 方たちにも合格祈願していただけて、とても心強かったです。美容師国家試験、無事に合格できました。<い>早く報告したくて、ふつおたに送ってしまいました。すみません。ありがとうございました。ということで、これね、おめでとうございます。いや、おめでとうなんだけど。はい。なんかずるくない?。ねえ。かやは。うん。 国家試験の後のハンハンさんの隙間にたまたま入った、うん、その別にその国家試験前にそのかやのゲーム実況を見て。 頑張れた。ならわかるよ。会話、うん、のゲーム授業を国家試験の前に見てて。リラックスして試験落ち着いて臨めました。試験の発表を待つ前日に。緊張していたところかやさんの配信を見てリラックスすることができ、助かりました。うんうん、いやいや、何にも関わってないこれ。<laughs> いや、こいずるいって。そう、ね、まじずるくない。はんはんはこんなこんな感謝してるんだから。はんはんはいやいや、その感謝はちゃんと、ちゃんと受け止めようよ、それはね。は それは受け入れるよ俺は。これずるくない？<laughs> なんていう。 ありがとうっってて言もらえる確かにガチガチにもう結果は出てたと思う。出絶対俺もうんって思いながらでも祈願しようってしか言えなかったんだけどでもこのね流れやっぱ生配信の流れ的になんかやっぱコメントでねみんながね「祈願します私も祈願します祈願します祈願します」みたいな感じでちょっとした電車男みたいになったのよ。ああそういうことだチャット欄で言ったんだこそハンハンさんが。ハンっていう名前でねやってみんな気にしてたのよ。 そうそうどうなるかなみたいないやいやこれまでのハンハンの頑張りだけで合格してるからだっていや違う違うこれまでのハンハンの頑張りだけで合格してるから違う違うみんなが応援したからではないよ全然違う全然違うみんなは喜ぶよみんなは嬉しいかもしれないいやでもハンハンいやみんながハンハンに「おめでとう」って言うんなら分かるよドラマになるぜありがとうはいや全然ドラマない ワンクールできるぜこれで。できないの。の <laughs> <laughs> マジで広告くらいの長さしかでき <laughs> ない<ん>。な <laughs> 何にもドラマがないもんだって。シンプルがシンプルにハンが来て、うん、あの明日ドキドキしてるからってうの本当にそのドキドキしてる間を埋めただけっていうね。 ハハンンっってて呼呼んんででるる今生配信の名前は「ハン」だったんだよだからそれはもうやっぱり近近近しくいかないとハンが来たからすっかり兄貴じゃんゲーム実況で人生に入り込んで気分がいい俺はちょっとねこれからね何かの結果待ってて不安だって人は 生配信してるから。うん。そううそう来てくれ。マジで関係ない。関係なくないよな。マジで関係ない。関係なくないよな。リラックスするかんずるいって、これでありがとうございますって言われるの。じゃあ、遠慮せえよ、もうちょい。じゃあ、何にもしてないスタンスを持てよ。ありがとうな。んでだよ、これ。リラックスできたんだもんな。いや、頑張ったね。いやまあまあ、でも美容師国家試験ね、おめでとうございます。これはもう本当におめでたいことです。これだだかからら ハンの店に行きなよ。ハンのハンに切ってもらいたいよね。うん。うん、あの時っつって、うん、言ってくれるで。あ、それは、うん、それこそドラマになるね。全然 <laughs>。ドラマには少しもドラマに。<laughs> なんでそのさ二次創作で儲け落とすわけ。<laughs> ないから別にドラマに。いやあ、ありがとう。これはね今後まあ来年とかから働き出すのかな本当に。 国家試験だからみんなでゲーム生配信で盛り上がったことを忘れずにこれからの美容師人生生きてってくれよな絶対違うから関わってないってこの時間大事だったからやっぱりえあの一個も当たってないんだよ一個も当たってないんだようそ一緒に二人三脚でみんなでええ、 半々がその育ちがいいんだろうね、本当に。いろんなところに感謝をするっていうことなのよ。いい子なのよ、めちゃくちゃ。矢をよろずに感謝する子なのよ、半々。いや、お米ありがとう。お米ありがとう。お米の一つも一つ。そうそう。半が一生懸命頑張っただけなのに。日本の心をね。皆さんありがとうって言ってくれるからね。本当に素晴らしい。まだまだね、国家試験募集してますんで。国家試験受けたら国家試験受てるよ、半々。募集してますよろしくお願いします。以上ですかね。アフターートクでしたありがとう。 ありがとうございました。